指の切り方を教えていきたいと思います。どっちからどういう風に切ればいいのっていう筋がこう入ってて、包丁はどっちから入れて全く影響を受けない、極力長く使ったり、もう包丁目いっぱい使ったり、これがポイントです。皆さんこんにちは。こんにちは、寿司ひろやです。今回は刺身の切り方を教えていきたいと思います。前回に引き続きお魚はキハダマグロを使ってやっていきたいと思います。はい、今回は 200g のキハダマグロですね。生のキハダマグロ、まあ、冷凍処理されてないものです。カツオを美味しくするっていう方法があったんですけども、はい、それと同様にですね、今回のマグロにもちょっとそのお塩を当てて、生ですけど少し水分が多いので、はい、水分を軽く抜いていきたいと思います。はい、詳しいやり方はそのカツオの動画に載ってるんですけども、ちょっと復習を兼ねてですね、軽くご紹介していきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。はい、ではですね、キハダマグロこちらです。ちょっとこの筋がだいぶ強い、強いっすね。で、これもですね、分かりにくいんですけど、まあ、少し水分が多いかなって気がします。その水分を抜いてですね、旨味を強くしていきたいと思います。はい、カツオの時同様ですね、全体の重さの 1.5% のお塩使っていきたいと思います。はい、で、このパックの中でやってもいいんですけど、まあ、こういうアルミのバットがありますよって方はアルミのバット使った方が、なかなかないと思いますさすがに家庭では全体にですね、この塩を全て振っていきたいと思います。はい、ただそのカツオの時と違って生のマグロで水分がそこまで多すぎないんで、はい、その塩を当てる時間は少し短くていいと思います。はい、味をつけてるわけじゃなくて水分を抜きたいので、でそれと同様に臭みが出てきます。はい、こういう感じですね。はい、で少し斜めにしてこのマグロから水分が出やすいように置いて、まあ、これで室温でちょっとまあ10分様子見ていきたいと思います。はい、はい、ではこちらですね、お塩振って10分経ちました。ここに見えますかね、出てきました。生で冷凍されてないといえ10分でこれだけの水分が出てきました。結構出ますね。そう、これからですね、この塩を落として実際にお刺身にしていきたいと思います。はい、はい、ではですね、10分経ったおマグロです。もちもちしててすごく美味しそうですね。お刺身の切り方って、まあ、いくつかあるんですけども、はい、まあ、お寿司を握る切り付けを今回ご紹介するんではなくて、お刺身の切り方を、はい、で一番シンプルで簡単なやつをご紹介していこうと思います。はい、でですね、よくそのマグロどっちからどういう風に切ればいいのっていうのが分からない、あの方もいっぱいいらっしゃるんですね。筋がこう入っててとか、うん、包丁どっちから入れてとか、でそういうのを全く影響を受けないお刺身の切り方、今回それをご紹介していきます。それは一応平作りっていうものになります。はい、包丁を斜めに入れるんじゃなくて、もうストンストンストンと落としていきます。それでいいんですね。いいんですこう斜めに入れていく場合はこういう感じで、うん、まあ、左から切ってっていくんですね。うん、だから平作りの場合は右から切ってきます。へえ、もう普通に包丁をこう動かして右から左に切っていくだけ。なるほど。なんかどう違うんですか。まあ、どう違うっていうその、まあ、切り付けのその包丁の入れ方で変わってくることっていうのは、うん、味は左右されないと思います。気にしなくていいです。はい、切ったお刺身の断面の広さが、面積の大きさが変わってきます。あ、そこが一番大きなところですかね。だから大きく見せたいんだとしたらこう斜めに入れて、はい、だからお寿司屋さんはこう斜めに入れます。はい、絶対。ただ大きく見せないような切り方、見せ方であればこのままストンストン落として、舌触りとかそういうのは変わんないですか。舌触りに関してはそんなに変わらないですかね。その筋に関してもこの平作りって方法だと筋に沿うことは絶対にないので、はいはい、筋が気になるようなネタでもあまり左右はされません。釣り斜めに落としていく方法だとちゃんとその筋を見極めないともう口に残っちゃうんです。そこが難しいってことです。はい、あー、チャンネル変えようとしたでしょ。チャンネルはそのまま。じゃあ実際に切っていきたいと思います。はい、で、まあこれなんとなく少しこうこっちが低くてこっちが高い状態になってですね。はい、でもちろん反対にしたらこっちが手前が高くて奥が低い状態になるんですけど、はい、どちらでもいいんですけど多分奥が高い方が皆さん切りやすいと思います。うん、これでもうお好みの大きさでいいです。
まあ、薄かったらもちろん味も薄いし食べ応えない、逆にちょっと厚すぎたらもごもごしすぎちゃうんで、まあ、大体そうですね1センチいかないぐらいですかね、これぐらいで、包丁も純粋に手前に引いてきます。まあそうですね、小指1本分ぐらいですかね、うん、純粋に。で、見ての通りすごくシンプルです。包丁をこうしてああしてみたいな、一切ないんで、もう一回いきます、はい、まあ、小指1本分ぐらいの大きさですね。で、その切れる包丁を使うっていうのがポイント、はい、あとはどんな包丁でもいいんですけど、やっぱ長さが、これまあちょっとうちで店使ってる刺身用の包丁なんで特に長いんですけど、使う包丁の長さを極力長く使ったり、もう包丁を目いっぱい使ってあげる、はい、これがポイントです、はい、なのでこの包丁の、まあ、先っちょは刃先っていうんですね、手前の顎っていうんですけど、はい、顎から刃先までしっかり全体を使ってあげる、はい、これはもうその大きさ問わずですね、はい、使ってあげてください。そうすることによってもう一等でスーッと持っていける、はい、2本ずつ沸かす必要ないんで。で、あとは持ち方、包丁の持ち方ですね。こうやってギュッっていう風に握るよりは、見たことあると思います、人差し指をこの背中を峰っていうんですけどに置いてあげて、で、顎から刃先まで全体を使ってあげます。こういう感じですね、で、これがまあ包丁の使い方、はい、あと魚を置く位置ですね、はい、まな板の真ん中に置くっていうよりはもう手前に置いてあげてください、はい、極力手前。そうすることによって包丁も正しく最大限大きく使います。真ん中に来ちゃうと手がぶつかっちゃったりして包丁がうまく使いにくいので、はい、手前に手前に。あとは切った後に盛り付けですよね、やっぱかっこよく盛りたいと思います、はい、どういう風に盛り付けするとかっこよくなるのかっていうのも、これもこの平作りのすごくやりやすいポイントで教えていきたいと思います、はい、切ります。切ったらそのまま横に出す。これ包丁に若干くっつくんですね、うん、それをこのままスッてこう引いていってそのまま横にずらす。これで綺麗なお刺身が盛れます、うん、あ、そっか、これは右からやってるから普通はこっちからなんですよね。そうそう、普通のこういう切り方をしてる場合は手で自分で、そうですね、これはもう切って横にずらす、はい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 、っていうだけの作業。でも分かりますかね、美味しそうでしょ。確かに、これになんか大葉引いたりとか、はい、大根のつまとかあって、でこう切ったのをそのまま持ってちょんと乗せる、はいはい、でもう完成。だから切った後にどっちを表にしなきゃいけないとか、うん、どっちに向きを向けようとかもう一切考える必要ない。なるほど、切って横にずらすだけです。はいはいはい、それでも完成。ビューン。じゃあ、盛り付けていきたいと思います、はい、ツマとか大葉がそういうのがないんですけど、魚だけでもちょっと綺麗に盛り付ける方法があるのでご紹介していきたいと思います、はい、ここに6切れあります。もうさっきみたいに切って横にずらしただけですね、はい、でこれをそのままのペンって乗せちゃうとやっぱあんまりかっこよくなくて、はい、高さを出してあげるとすごくかっこよく盛ります。うん、あとは扇状に見えるとそれもまたすごくかっこよく見えます。6切れありますけど4切れ乗せて、で、この2切れを手前。あー、なるほど、この、わかります？あー、確かに扇状になって、はい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 、これでも、その妻とかないですけど、すごく綺麗に見えると思います。これが、2切れが下の、4切れが、うん、これもかっこいいんだよね、うん、高さが出て。でも、基本的にはその扇状に見せるっていうのが、まあ、基本の和食で綺麗に見える方法であります、うん、それ全部使って乗ったらどうなるんですか？これ全部使って、ちょっとやってみよう、はい、やっぱ家庭用なんで全部使うかなと悩んでおります。ちょっとワンランク上じゃないですけど、カウンターで一方方向から見るやり方じゃなくて、どんな方向から見ても綺麗な盛り方、まあ、本当はこういうのはちょっと妻がある方がもっと綺麗なんですけど、まあ、全部全方向から見ても綺麗に見える。でも今も本当にさっき切って横にずらして、でそれをもうこう重ねただけなんで、あとはですね、まあ、じゃあ一辺方向から見た方、お刺身の盛り方でしたら
感じ。扇状に。わかります、わかります。の、まあ、綺麗かな。これはもう、こっちから見たのは綺麗ですけど、まあ、反対側だと全然いいんで。そうですね。あの、まあ、こういう方法があります。扇状に持ってあげるって、まあ、ポイントですかね。高さを出しつつ、扇状に。はい、今回は、このキハダマグロを使って、お刺身の切り方ですね。その、まあ、筋とか、方向とか、あまり気にせずに、はい、一番簡単な方法をご紹介してきました。うん、実際にですね、皆さんもご家庭でやっていただきたいと思います。はい、ではですね、この動画が良かったという方は、高評価、チャンネル登録、お願いいたします。お願いします。またお見せることが気になったよという方は、概要欄からご予約お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。お待ちしております。ではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。